ロータル遺跡のドックロータルは、グジャラート州のアフマダーバード南方 80km、サウラシュートラ地域の南側の付け根に位置する、インガス文明の都市遺跡。1954から63年に、RS ラオによって、発掘調査が行われた。インガス文明最盛期から後期に至る遺跡で、C14 法で、紀元前2600年から1800年頃に、 機能していたと考えられている。面積は7.1ヘクタールほどである。都市全体がほぼ正方形の厚い周壁に囲まれ、基壇状に築かれた穀物像や木浴施設が設けられた城塞と呼ばれている施設が南東部分を占める。城塞よりも低い市街地には計画的に廃された街路に沿って家屋が連なり、ビーズの工房跡や火を用いた 最初跡が確認された。市街地の西方には墓地があり、男女を滑走した例が見られるのが注目される。インダス川流域図とロータルの位置また、市街地の東側の壁に隣接して、ドックと呼ばれる219メートル37メートル、深さ4.5メートルのレンガ造りの巨大なプール様の施設が確認されている。ドックは、 運河で近くを流れるサーバルマティ川につなげられていることから、メソポタミアとの交易のための船の引き込み用施設、港湾施設ではないかと考えられたが、構造上無理があるという指摘もあり、貯水槽と考える研究者もいる。ありがとうございます。